エスケープハッチとは、日本のアングロアラブ競争馬である。通称、ハッチ。特徴は、流星、ビシロダンウワクチビル小白、玉目城、上中、場所を植え、左後長白、右後半白。幕末に、ナポレオン三世から贈られた品馬高号を祖先に持つ。2002年12月8日に、高知競馬場を2再戦にてデビューし2着に終わる。しかし、 その後のレースで3連勝し、高知アラブ系の有力3歳馬の一頭となる。2003年5月4日に行われた、高知アラブ3冠の一つ、満平記念で自身初となる重賞に勝利。高知競馬のクラシック戦線終了後、小馬と混合の BC 級のレースでも、順調に勝ち星を積み重ね、2004年4月11日には、重賞の南国王歌賞に勝利。 その後も校長を維持し2004年10月17日のノンメグ結婚しちゃったね特別から2005年5月5日の立下特別までの間で急連勝を重ねる。この頃から高知競馬のアピールもあり一般メディアでも報道された。しかし民放テレビによる報道は経営難に苦しむ高知競馬が春うららに変わる。 看板場として連勝を飾るエスケープハッチを取り上げているといった内容であった。2006年9月17日、林道特別において地方競馬最多勝記録に並び、自走の同年10月1日、尾花特別にて通算47勝を記録し、日本海キャロルが持っていた地方競馬最多勝記録を更新する。 この頃に担当長教師の田中常時はまだ6歳と若い。伸ばせるだけ伸ばしたい。ただ記録より元気に走ってくれるのが一番とコメントを残し、主戦機種の西川敏弘も足の不安がある馬なので気をつけながら乗り、今後はエスケープハッチで福パークなどの記録を抜き頂点に立ちたいと語っている。2007年4月15日、重賞である南国大賞を勝ち、 記録を伸ばし続けていた。しかしアングロアラブ競争場の減少に伴い、2008年1月1日の高知市長賞以降、高知競馬場ではアラブ系の競争が組まれなくなったため、それ以降はサラブレット系の競争に出走しており、番組賞金によるクラス分けで最下級の E 級に属していた。2008年7月20日に高知競馬場、 第3競争に優勝し54勝を記録。福パークの持つ記録を目指していたが、以降参戦したものの勝利を収めることができず、2008年12月13日の高知競馬第8競争を、やるなら今しかね特別の3着を最後に引退することが決まり、2009年1月1日に高知競馬場で引退式が取り行われた。2009年3月15日に、 北海道新日高町の荒木育成牧場に到着し、エスケープハッチの会の支援のもと寄せを送っている。一歳年下のマルチジャガーとは2005年元日の高知市長賞を皮切りに17回対戦しており、すべての競争でどちらかが勝つという公的主ぶりであったが13勝4敗とエスケープハッチが大きく勝ち越している。しかしマルチジャガーも3歳児に全日本アラブグランプリを 優勝するなど、高知競馬場の一時代を築いた名馬であった。なお、エスケープハッチが、記録更新した尾花特別で出走取り消しとなった、あと、福山競馬場へ移籍する。移籍初レースとなった2005年11月4日福、山美術館特別で6着に敗れ、同競争を最後に引退。現在は、栃木県那須塩原市の地方競馬教養センターにて、訓練馬となっている。 ありがとうございます。